はいこんにちは大竹誠です今日は七月五日火曜日えー、っとですね今日のパートナーははい南半球の小島恵子ですはい小島さんは今はいどこ今南半球オーストラリアのパースの家族の元に、うんうんうん、はいおりますよえーえー、久しぶりにオーストラリアに帰っていらっしゃるということで、はい、今日はオープニングからはい 武田佐哲でございます。はい、武田佐哲さんに入っていただいております。はい、ええー、そして、私の横には。こんにちは、文化放送アナウンサー、砂山敬太郎です。はい、えー、っと。あのー。小島さんは何時までご出演ですか。私はなん、だかいつもの佐哲さんと入れ替わりみたいな感じですね。私、二時まで。二時まで。うん、はい。で、砂鉄さん、うん、今日はフルでご出演と。はい、うん。はい。はい、はい。今週、来週、そんな感じで。はい,はい、はい。 えー、武さんとは今日はオープニングからいていろんな話をしてみたいと思いますけど、はい、その前に、えー、っとオーストラリアがあの昨日メールでやり取りしたら今冬なんだってねそうですよ南半球はね。 今結構だって小島さんも厚着してますもんね、パーカー、着てらっしゃる中にもこもこついたパーカー着て、部屋にヒーター入れて、今、話してますけどね、ヒーター入れてて、冬って何度ぐらいの、そっちとね、ここ、西オーストラリアの州都のパースは、真冬の一番寒いまあ今ぐらいの時期で、明け方が一桁台ですね、5度、6度。日中は、あ今日は雨が降ってるから寒くって、13度ぐらいですけど。羨ましい 晴れると18度とかくらいかな。へえ。まそれそれじゃあのでもなんか庭に,には花が咲き乱れてみたいなメールが来てたじゃない？あそうなんですよ。うん、これねリスナーの方も今ね、うん、あのツイッターもし開けたら、うん、ハッシュタグゴールデンラジオとか、うん、あと、うん、ゴールデンラジオのアカウント見ていただくと、うん、私がね写真上げといたんで見ていただけますけど、うん、あのオーストラリア夏は。うん あのものすごく乾いてるんですね特にこの西オーストラリアので植物みんな枯れ果てるんですけど冬は気温は下がるんだけど雨の季節なので今日もすごい雨降ってますけど緑がめちゃくちゃ元気でだからねハイビスカスってなんか日本だと常夏の国の花のイメージですけど。 あのパースの庭では冬寒くなって雨が多くなるといっぱい、ねうん、バラとか、ね、ハイビスカスとかねその写真を送ってくれって言ったらハイビスカスの花の写真を送っていただきましたが、はい、綺麗に咲いてますねそそうそう,、うん、もうたくさんつぼみもついてね、うん、背丈より高い大きなハイビスカスの木ですけどそのハイビスカスの背丈も小島さんより背が高くなったと。 そそうそう,そうバラとかねハイビスカスがやっぱりの雨の季節にニューッと伸びてねそうだからあの2人の息子たちも、はい、あのオーストラリアに引っ越した8年以上前は私よりちっちゃかったんですけどもう今すっかり。 2人とも私より大きくなっちゃってついに庭のバラやハイビスカスにも身長を抜かれてですね、うん、すごいこうあの私172センチで日本では割と大きな人として生きてるんですけどオーストラリアではね小柄な人として生きてます、うん、ああそれはちょっと気持ちいいのなんかいつもおおお日本ではお大柄だななんて言われて。<laughs> なんかこう目の前に屏風が立ったみたいな言われ方してたそそううそう、鉄塔に似てるとかねまた失礼なとか言ってね実際見に行ったら実は似てるなと思ったんですけどメスの鉄塔ねそれは置いてのいて 172cm の女性ってオーストラリアの例えば服のサイズとかでいうと結構平均なんですよね平均のちょっと大きいぐらいで足も 25cm がこれ一番平均的なサイズで。 1 7 2センチって別に大きくもなければ小さいわけでもないっていう感じなんですけど何しあの子供たちって最初5 0ンチぐらいだったので息子たちだから5 0ンチで3キロぐらいだった人たちがなんかね体重も私よりはるかに重くなり身長もはるかに高くなりっていうのは何度見てもびっくりしますねねなるほどねうちの中もちょっと狭く感じたりするんだそういうじゃ、うん。 そうですね2人とも私よりも1 0ンチぐらい身長がそれ以上大きいので息子さんたちは何になろうかとか言ってるのそんなことはまだ話してそんななことは考えていの長男は大学2年生でまあそうですねまあ分野で言うと教育に関係するような分野の。 あの学問に興味がありそうな感じですね、うんうん、次男はどっちかっていうとなんか理系が得意な感じですけどまだ高校2年なんでちょっとあのそんなにはっきりは決めてないみたいですけどああそうですかオーストラリアはそのなんてうちで料理作ったりしてるんだそれじゃコンビニなんか行かずに、うん、えっと料理は夫が作ってくれるので美いしい夫の料理を何食ったんですか えっとね、昨日は私の念願のあのラムチョップをお腹いっぱい食べましたあの羊ね子羊オーストラリアだと日本より安く手に入って美味しいのでまでもオーストラリアでも決して何て言うんだろうなうんと安いわけではないのでご馳走なんですけど。 野生の羊と野生のカンガルーがいるって聞いたけどね、オーストラリアはね。野生じゃないですよ。あの <laughs> 羊は <laughs> 羊はあの思いっきりあの家畜ですけど、うん、えっと実はカンガルーは野生もいるんですけど牧場で。うんうん 飼育されている食用のカンガルーもいます。はい、だね、で、なんかオーストラリアの人はみんなね、毎日ね、あの、お袋の味的にカンガルーを食べていると考えている人もいるかもしれないんですけど。えっと、日本の位置づけでいうと、例えば馬肉とか。はい。まあ、あの、牡丹、イノシシとかね。はい。はい。そういう。そういう。位置づけ。はい。食べないことはないけど、別に常食はしないよねっていう感じの。小島さんはカンガルーは。 私食べたことないんですけど、うん、夫が何かどっかで食べた時に意外と美味しかったって言ってました、うん、癖がなくていやいやいやいいですねまあだからこのまあそっちではそんなにあのなんか出演の話はあんまりないから結構優雅に過ごせるわけねそれじゃあ。 夕方じゃないですもん。夕べもあのあまり寝てないですし、あのね、あの執筆の仕事がですね、普段からなんですけど、やっぱり書いても書いても私書くのが遅いのかですけど、なかなか終わらないので、いろんな編集者の方に謝りながら徹夜したりして書いてます。そうですか。はいえっとまあ今日はリモートであれなんだけども、まあこ中は。 佐哲さんと一緒なんで佐哲さんはね昨日俺と会う予定だったんだけどいや本当にねもう今日は控え室謝罪が飛び交ってましたよねみんな謝ってたねんか小島さんのマネージャーに僕は謝られ僕は大竹さんに謝ると何があったかというとタブレット純主催の飲み会が僕は今日だと思ってたんですけど昨日だったという。 なんたるンミス大きなミスですよこれは書き間違えました今日手帳を見たら「もゴッ」っていうふうに書いてあって今日は大竹さんと長いことご一緒するんだなと思って朝起きてここに来たんですけど来る途中にタブレット巡査からメール来て「なんかどうされました?」電波の障害でしたか?」とか「ご体調悪いんですか?」とか言って。 何言ってんだろうなタブレットさんと言って、うん、いや別々で大丈夫ですよ今日よろしくお願いしますねって、うん、この後大竹さんと、うん、今日一時から三時半まで一緒なんですよ、はい、大竹さんとずっと一緒なんですよねみたいなことを書いたら、うん、昨日ですよという、うん、<laughs> いや本当に昨日さてさん待っても待ってもこ,うこ,う <laughs> これありえますか本当にえ昨日はね その藤井さんっていう前、まあ、NHK のすっぴんって担当してた<ー>あ女性のアナウンサーの方がいて、うん、前からタブレット順がその人のとの会を何回かやってるんだよね。そうでそうでこれには高橋源一郎さんとか<ー>あ宮沢昭夫さんとか,んとか、ね、あいらっしゃってて、うん、で俺は何か何回か4回ぐらいかな4回ぐらい行けなかった行ってないのね<ー>で久しぶりにあっまあ舘さんも苦しいなんて思って行ったら。うん もうあのー、宮沢もちょっとく体調を崩して、はい、ええー、それから佐藤さんはもう電話をつなぐ何飲んだろうなあなんて言いながら、うん、まあ、昨日 AU だったから僕も AU ですよ、AU だった、AU AU、はい、電波障害か。 いやだから今日来るとき全部 au のせいにしようかと思ったんですけどちょっとつじつまわないなと思って一部は確かにちょっと au のせいなんですけどねいや、ここ何度もタブレットさんの主催の飲み会に行くたびに今日大竹さん来るんですかって言って来るかもしれなかったですけど来れなかったみたいですよっていうのを3度、4度繰り返して今回は大竹さんいらっしゃるっていうのは楽しみだなと思って今日来たら昨日でしたよ。 あの飲み会ね、いつも最後ね、タブレット順なんか、前後、それを全部僕、担当してきたんですよ。<laughs> あそうで、しょ、ね、そのギターケースが切きっぱなしになってるのを閉めたり、いや腰を持って支えてタクシーに入れたりとか、きのう大丈夫でゃんその役がいなくて。いつもねあの、やろうかなと思ったんだけどね、き、えーね、のうは、やっぱしあの藤井さんっていう人と、その作家の人がいて、えー、女性の。 あ最後あこの二人がいればいいやと思って。そうかそうか。うん。それは良かったですよ。役割は。うん役割が。そうじゃないとねもう本当にも腰から抱えて階段上がらせなくちゃいけなくなったりしてね。そうですね。で楽しかったって言うとあいつ全然覚えてないね。全く覚えてない。最初の四五十分ぐらい全然覚えてるのね。うんうん。メールではとても楽しかったって来るんだけど。そうで覚えて覚えてねえだろってツッコミがねいろいろ入ってるんですよ。 こっちで、小島さん。聞いてます。聞いてます。聞いてる、聞いてる。こっちはね、そんな状況で。あの、うん。え佐哲さん、何してたのじゃ、ゆうべ。いや、普通に家にいましたよ。家で仕事してましたよ。そうだった。だから、まあ、それは電話一本くれればというね、もちろん思いますけど、まさにその時間帯はね。まだ通信障害でしたから。そうなんでよ。これはちょっと本当に。もう本当謹慎ですね。この番組も放送にしばしば。 でもなんかそういうことあるよね私もよくそういう勘違いとかをやる人間なのでななんかかわるいやでもね人数も少なかったしあれだけど俺はね原子郎さんにね本当に昨日はいい話たくさん聞いてなるほどなと思ってそれから原子さんの枯れてない感じとかねなんかこうなんかこうどうやってこう。 なんての解禁を開くかみたいなんかあの人開きっぱなしなんだよ。常に開いてますね不思議でしょすよね。ねやだからんでそうやっていつも開いてるのって聞いたら。なんて答えられたんですか源一郎さん。うん閉じたことないからわからないみたいな開閉の作業をしてないって。 っていうよりか、えー、あの人もラジオやってて、えー、でラジオはあの人にとって本業じゃないわけね、はい、本業じゃないから、うん、ちょっといい加減というか軽い気持ちでできると<ー>だから自分あの人が考えてるのは自分が開くかどうかじゃなくて、えー、来た人をどうやって開いてもらうかとそっちの方も本当になんかこう一生懸命やるって言って。<ー> でな俺も、まあ、ラジオ長いことやってるから、ええ、そういうことあるのね来た人が、うん、まあ開いてくれたら嬉しいなと思って、ええ、さ佐藤さんもご自身で、ねええ、あの明日のカレッジやって,ええやってゲストがお見えになるじゃないですかんかそういうこと思ったことありますし開くか開く毎週のように思う,う、ね、全然開いて来てくださる方もいるけど。ねうん 10分経っても開かねえなとか、うん、15分経ってもこの開きでいいのかなって思うのは毎週のように思ってますけどね。うんうん、小島は え何狂犬を開いてもらうためにほぼ聞いてた聞いてた聞いてたかお前あのさ離れてるとさリスナーの気持ちになっちゃうね番組のツイッターを見てたのそう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 リスナー気分になっちゃったいやんかその私もいろんなねそうそう番組とかでインタビューさせていただいたりとかあるけどなんかちょっと真面目なことを言うと私はどんな無口な人とかどんな愛想の悪い人の中にも本当は誰かに聞いてもらえたら嬉しいなって すごい柔らかい部分はあると思っていて、ただ、それって、1枚の扉を開ければ見せてくれる人と、100枚の扉を開けても、本人ですらたどり着けない奥深いところにある人がいるので、なんかいつも、そういうもの柔らかい部分はあるはずだなということを信じて、話を聞いたり、話しかけたりするようにしてるかな、それじゃあ、あれだ、例えて見れば、玉ねぎの皮を一枚一枚剥いていくような作業を。 あうん、しててるってことですかそうだけどそれはお二人もお別れのように、うん、こちらがどうにかしても開くもんじゃないんですよねだからこちらは、うん、あの開けてくれたら嬉しいなと思っていて、うん、あの思いかけないタイミングでその人が何、うん、で自分でこの話しちゃったかわかんないけど、うん、あ今日は ちょっとこれお話ししてみようと思ったわみたいな瞬間が訪れることってたまにあるでしょうああいうのいつも私はあなんか難しいのは饒絶に話してもらってるようでいていつもしてる話をしてるっていう場合ってあるじゃないですか、はいはい、あのあこれはこれはワンセットでいろんなところでお話になってるんだろうなっていうそれを。 割とと始まると結構の試を使うんで、はい、どこで断ち切ろうかなとか <laughs> でも断ち切り方を豪快にやりすぎると本当に話をぶった切った人になっちゃうんでそこら辺は本当なんか正解がないというかうまあだから面白いんだろうなとは思ってますけどね。 あの私『うん、徹子の部屋』に呼んでいただいた時に、うん、徹子さんって人に質問するばっかりで、うん、なんか飽きちゃうんじゃないかなと思って逆に質問してみたんです、うん、徹子さんに。えーうん、であの徹子さんは、まあ、ちょっと親の話になった時に、うん、徹子さんはその。 まあね、俳優として舞台にあた、うん、上がられる時に不安になったり、うんえー、しないんですかって、うん、そういう時にこうお父様はね、うん、バイオリンを演奏されてたお父様のこととか思い出すんですか、うん、とかって言ったら「うん、あの思い出します」とおっしゃってて今でも、うん、やっぱりあのお父様の音楽家だったお父様のことを自分が舞台に上がってこう。うんうん これからステージににってて不安になる時に思い出してこう父と一緒に立ってるような気持ちになることがあるっておっしゃってえっと思ってねこんなキャリアを積んだ徹子さんでもそうなんだなんて思ったんでこう質問ばっかりする役割の人とかワンセット何か人に決まった話をするのに慣れてる人にはそれ多分飽きてるんじゃないかなと思って違うことを聞いてみるとかっていうのもよくねやったりしますよね。 あさっきあの佐藤さんが言ってたけどもうパッケージの話前随分前でこの人ノーベンでたくさん喋ってって気持ちよくなんか喋ってくれたなと思ったらなんか卓曲で、えー、それと同じパッケージの話をされてたという噂を聞いて、えー、いやでも僕もそのインタビューする時に、うんうん、その人が。うん ここ数か月受けてるインタビューと割とネットで見れたりするんで、はい、そういうのをばっと読むと共通してる話ってたらあるんですよ今この話で回してるなみたいな、うん、<laughs> だそれは外そうっていうふうに、ん、つまりそこに行くような質問を投げると絶対そのパッケージで返ってくるから佐舘さんと大竹さんは自分がインタビューされる時はどうしてるの,その答える側になった時は。あどうですかね俺はねあの、うん 喋りすぎないように注意してるよ <laughs> あ。あえー、どういうこと？<laughs> いやいや、まあ、芸人は意外とサービス精神がこう旺盛なのね。うん、芸人たるものはだからどこ行ってもなんかこう、うん、なんかにやにんやかにしたいわけよ。うん、行ったからにはとえそうするとなんかこうなんかだよ要,要するにまあ 皆さん聞いてる方がどう思ってるか知らないけど、まあ、芸人はまあ大体まあまあ開いてる人が多いよねとは<あ>まあ普通のもうんか開いてるっていうかもうそれしかないから、うん、そこそこしかよりどころがねだからあのそのなんかそれとこうサービス精神、うん、だからよそいった時にもうほに。 気をつけないと一人で喋りすぎないように気をつけないといかんなと思って <laughs> でもインタビューする人にとったらそれはむしろねっててでもその、うん、にぎやかなことと中身のが面白いかって割とイコールじゃなかったりするっていうところもあったりするのでそから芸人さんにインタビューするときには、うんうん、なんかむしろこう、うん、芸人さん側がそんなにテンションをこう。うんうん 高くしなくてもいいぐらいの方の方がなんかいろいろ話聞けるんじゃないかなっていう風に<ー>それこそテンション高めた時の感じってそれこそいつもの話にそうなりやすいっていうところがあるからえ佐摺さんは佐摵さんも結構ほらいろいろさ人生相談みたいなこととかさなんかインタビューさ取材受けてるじゃないですかいろんなメディアではははなんかそういう時ってどうどうやって答えてるの,のまあなるべく,くあこいつまた同じこと言ってるなっていうふうに思われないようにする したいですけどでも頭の中で考えてることでそんなにバリエーションあるわけじゃないんでちょっと変化を加えてみたりっていうのをするかなってぐらいです印象そんなにいい人いないと僕は思ってるんですけどね声も低いし背も高いからね。あのさ俺なんかほら昔のこう絹塚というかヒールのイメージがあるじゃん悪者の子役。 草木が入ってきた人が、はい、そのなんかあのあヒールみたいな目で見られる <laughs> いや僕最初大竹さんにこの番組に会った時はめちゃくちゃ怖かったですよほらね怖くて、ね、みんな,みんな,み,んなみんな昔のヒールの、うんうん、俺がいるから。 その作家さんに、うんうん、大竹さん喋しゃべり止まらないから大竹さんが息吸った時にしゃべり始めるんだっていうことを言われて誰だそんなこと言ったやつはそこにいるでしょそこにいる人 <laughs> 大村大村 <laughs> <laughs>、えー、確かにそれを守ったら会話に入るきっかけがつかめましてそうですかだけ緊張してやっぱりその大竹さんの話が終わるのを待ってると終わら,終わらないからっていうんで。 さんでもヒールっていうかなんていうのこうあの悪者ぶってるみたいなさそのヒールを演じてるみたいなでも本当は優しい人なんだよねとかっていうふうに思ってる人が少なくともリスナーは多いんじゃないですかまあそこら辺はわかんないですけどもまそのヒールで得したこともあればあの まあヒールが邪魔してる時もだからこの年になってくるとヒールはちょっとなんか若いゲストが来た時に、あのー、スタジオ入ってきた時にもう「ヒールが邪魔してる」とかちょっとそのなんか、あのー、もう本当に停戦に「どうも」って言うんだけど <laughs> なんか相手を威嚇してるようにね <laughs> <laughs> 思われちゃうんじゃないかなと思ってるよね。ままあ、まあだから まあでもこう撮影さんと話して聞いてみると弾んでる時だけはいいわけじゃねえなみたいな感じもちょっとしてきたね話が。とりわけやっぱりインタビューっていうのは、うん、そうなのかなと思いますけどね。じゃ高橋源一郎さんね、うん、そ,のそもそものいつも狂犬開きっぱなしの源一郎さんは大竹さん初めて会った時はどんんな感じだったんですかあの人ね、うん、あのあ この本書いてますねあの本書いてますねってこれ出てますねビデオは見てるわね本は読んでるわねあさんのののもすすごい迎え方するのよあそうだからビビっちゃって、うん、あのこっちは芸人だから <laughs>、ねまあ、物書きなら、ね、読んでくれて嬉しいこっちはもう大したことやってないからそんなことまでしていただかなくてもっていうねなんかこうとっても、まあ、その時はね あでもなんかこう、うん、まあでもあの人だから物書きだから、うんあのー、ラジオはとかいうのチャランポランにできるのよ本業じゃないと思ってるからだけど本業じゃないと思ってるんちゃらんぽらんだから余計になんかこう向こうが楽しそうにやるわけね、まあ、楽しいのかな、うん、多分。 多分楽しいんだと思うんだけど、そうでしょうね。いやだから本業じゃないからなんかその気楽さみたいなのがなんかかえってゲストリラックスさせる。うん。うん。まあでも源長さんだから本業の例えばこの作家について問題があるハテナだなと思ったとしたら、その人の本全部読むんですよね。へえ。そう。なんで自分がこれをあまりいいと思えないのかっていうのを。うん。 その作品とか一つのインタビューだけじゃなくて、うん、読めるもん全部読んで、うんうん、だからかっていうところまでやるのが源、うんうん、一郎さんのワンセットだから、うん、それはなかなか見習いたくても見習えないところありますよねまあ、もちろんそういうふうに調べたいなとは思ってはいるんですけど昨日なんかでも、うん、あの喋ってる途中ででも大竹くんは 本でこんなこと書いてたからな」って言われて「<laughs> あっ <laughs> 頭いいなこの人」と思って<ー>だからなんかそこら辺を僕はなんかこう、まあ、どういう言い方か知らないよ、うん、だけどなんか結構信頼してるんだよみたいな言い方されて、うん、あのー、まあちょっと恐れ入ったというかね、うん、あまあオープニングの話ちょっと長くなっちゃったけど。 聞いてる方は退屈しなかったかな。大丈夫。いなにけなかった。私はもう本当に <laughs>、うん。謹 <laughs> 慎ですよ。本当に。反省しております。あの小島さんマネージャーから美味しいゼリーをいただきましたから。<あ>はい、すみません。ちょっとマネージャーがね、うん、今回のオーストラリア行きを直前まで番組にお知らせしないという。すみません。すみません,ん <laughs> でも。俺はそんなこと言って来た途端にものすごい謝れてゼリー出してくれたけど。 俺はもう小島がもうオーストラリアって知ってたからね。んうん、ハイビスカスの花も見たしね。そうですね。はい、このなんかこうなんていうかな、パーソナリティのあり方みたいなことはあの一回小島もここにいるときみんなでね、<laughs> ぜひなんかそうなんかこうちょっとネタバレになるかもしれないような話だけど、うん、まあこうやって対処してますよみたいなちょっと面白い感じが。 あるかもしれないね。え、何に、何に対象してるっていうことが。いやいやいや、そのゲストとか、いろんなパーソナリティとして。だから、小島も、い、来るゲストとか、そういう人に、どうやって向き合ってるかみたいな。あ、そうだね。今さ、そういう、あの、いろんな人にお話聞いたりするね、立場の方って、別に放送のお仕事以外でも、たくさんいらっしゃるから。意外と、なんか、面白く聞いてくださる、かもよ。はいはい。はい、えっと、ちょっと、こんな時間になって、こんなに、こうなるとは思ってなかったんで。ええ、けたら君。 ちょっと時間が短くなっちゃいましたけど見出しだけパパパっといきたいと思いますけどょう朝日の参院選に向けての特集ですけど新論」という深い論と書いて「新論」「参院選の先に」というところですけど東大名誉教授西洋史家の本村良二さんという方が日はまは日本のこの先を考えるでまで歴史からこういうことが学べますよということを書いてらっしゃるんですがヘル人口成長の可能性あるのか。 繁栄と衰退、うん、ローマの教え、はい、そして衰退期になくした寛容さ、うん、まあこういったところから今日いろんなニュースちょっと紐づけながら話していきたいなと思うんですが、はい、まずあの青森での自民党の山際経済再生担当大臣の街頭演説ですね、うん、野党の人は野党の人から来る話は我々政府は何一つ聞かないと。まあこの 発言がちょっと波紋を読んでいます、うん、野党の話も一切聞きませんとそしてこの番組で出てらっしゃいます中島健さん政治学者ですけど、うんえー、保守に必要なのはバランスなんですと、うん、これは産経新聞にインタビューを答えていらっしゃいますそして毎日新聞が今回の参院選に立候補した全候補者にまあアンケートを送って526人から回答を得たというアンケートを今日、紙面いろんなところで載せてるんですが。うんうん アベノミクスどうするべきですかっていう、うん、そういう問いに対して修正34%、うん、見直し47%、うん、候補者の多くがまあこう答えていたっていうことが分かりましたよという記事 でもアビノミクスはまあずっとなんかこう続いてはいるわけだよね、そうですね岸田政権になってもね。もちろん自民党は継続と答えた人が多かったんですけど、うん、まあ自民党の中でも、うんえー、修正と答えた人が41%いた多いうそしてまあ政界地獄耳ですね、うん、最初のところだけご紹介しますけど、はいえー、日本の外交、自民党。 外交はこの数十年で外交の安倍を自負していた安倍政権以来、うんうん、中国、韓国、北朝鮮、ロシアという近隣国との関係をみるみる悪化させて今日に至るとこういう書き出しから始まる文章をご紹介しつつ、はいうん、さっきの毎日のアンケートに戻るんですけど、うんうん、9条改正、うん、どう思いますかとえ改正と答えた人が、まあ、前の選挙に比べるとまあ倍増していますという、うん。 調査結果が明らかになりましたこれ改正に前向きな諸派の人たちが増えたっていうのも大きく影響してるんですけど、まあ自民、公明の中でも地割りとこう答えている人が増えていますと、うんうん、ちょっと見出しがちょっと長くなってますすけけどもう2つだけすいます、はいはい、えー、小麦価格、ですね、うんえー、岸田総理は9月までは政府売り渡し価格を据え置くことにしていますと、うん、まあこういうふうに最近、答えているんですけど、うん、まあ次の改定は実は12月なんで。うん 実際はもうこれ9月に据え置くことにしているというのはもう当たり前で岸田さん、こう言ってますけど改めて取り組んでいるように聞こえますけど実際、次の改定は12月ですよという、うん、まあ東京新聞のこれファククトチェックの記事ですね、うん、今もうやってるって話なんでそして、えー、黒人男性に60発、これアメリカ・オハイオ州の記事ですけど、うんえー、交通違反を犯した黒人男性に警察官がなんと60発もの弾丸を撃っていたと。うんうん そういうことが明らかになりました本当にもう映画じゃないって言うんだよボニークライドじゃないっていう話だよね六十発だって八十発撃ってるらしいじゃないかだってね当た、はい、ったのが六十発ですよね、うん、はい、はいはい、最初に戻りましょうここからちょっと詳しくっていう形でいきたいと思います、うん、まず朝日の新論ですね、うんえー、西洋史家の本村良二さんという方が えまあ日本の,この少子化そして人口減についてまあどう思いますか、うん、まあそれを歴史と比べた時にインタビューに答えていらっしゃいますが、うん、え歴史上出生数が少ない国家や民族は反映しないとした上で、うんうん、西ローマ帝国の崩壊の延因、まあ、理由も人口減だったと。 こういういいいに答えていらっしゃいますで、まあ、かつてローマ帝国というのはこうど,んど,んどんどん大きくしてなっていって、まあ、異民族をどんどん取り込んでいったんですけどもともとローマは寛容さがありましたとだからこういろんな民族と一緒にやっていけたんですよということなんですけどところがローマの衰退期になると次第に寛容さがなくなっていきますと。 自分たちはローマ帝国の栄光やローマらしさを失いつつあるそれは信仰してくるゲルマン人のせいだ他の宗教を認めないかたくななキリスト教のせいだと考えるようになったんですとローマに限らず社会の中核にいる人たちが寛容さをなくしていくことは国家が衰退していく際の大きな指標だと思いますとこういうふうに答えていらっしゃいます。いうういろんなな寛容さをくくしていくことが その国が衰退にこうつながっていくってこの方おっしゃってるね,、はい、ねあの普通国債の残高が1,000兆円あるのに異次元の金融緩和を続け物価高が進み景気の悪化が忍び寄る今の日本と昔の,そのローマの衰退みたいなことと、はい。 重なって見えるってこの方はおっしゃってるねやっぱり寛容さっていうのは政治にとってこの人はかなり大事だっていうふうにおっしゃってますねさてスさんはいかがですかまあでもこの方がおっしゃってるまあその人口減の話にしてもまあ去年一昨年から始まった話ではなくて何十年も言われているわけですよねでもその中で今政府が何をしようかというとむしろその家族の形っていうのを こういううういい家族でであるるべきだとにううに絞ろうというふうにしてるわけですよねども、うん、庁だって、はいはい、最初子ども庁だったところを子ども家庭庁にしたと、はいでまあ、さっきインデックスでニュースで上がってましたけど、うん、この山際経産大臣が野党から野党の人から来る話はわれわれ聞かないよとうん、うん、本当に生活良くしたいんだったら俺たちの話聞いてくれ,聞れなきゃだめだよというような言い方をするというのはうん、うん、まさにこの他の自分たちに反対する意見の話は聞きませんよという,うん、うん、もう まさに不寛容そのものというか寛容と一番遠いところの意見というのをこの国を動かす人たちが平気でもらしてしまうというのはくしくもこの本村さんがおっしゃっている懸念というのとそれに応える形で政治家の言葉が出てきちゃってるなというふうに思いますけどね。岸田ささんんんははは聞く力っっっててて言たたじゃなないいですか、ね、ですす、ね、かか山あれねここうあのなんか言い過ぎたってことは 訂正はするんだけど、うん、まあこのあと、謝罪は別にしてないっていうのが記事になってたところが気になりますね、うん、えそれからこの中にも出てくるなんか不寛容さ、まあ、不寛容さのことに関して、今日佐砂鉄さんは同性婚と参議院選挙というお話を、この後に佐鉄さんからしていただきます。はい、さあ今日も始めましょう